サガラは日本優先の先と丸型貨物船の6番船。太平洋戦争では日本海軍に徴用されて特設水上規模艦、特設運送艦として運用された。サガラはニューヨーク航路用の長良丸級貨物船6隻、リバプール航路用の赤城丸級貨物船5隻に続いて建造された先と丸級貨物船の1隻として、 1940年11月15日に三菱重工業横浜選挙で春工した。しかし、先と丸急貨物船が収益する頃には、第二次世界大戦が勃発するなど国際情勢が厳しくなり、また1940年9月27日に日独区三国同盟が締結されると、日米関係も微妙なものとなった。そこで、 ニューヨーク航路からは保全のために優秀船を引き上げて旧型船を廃した。サガラマルもニューヨーク航路に変えてシアトル航路に就航する予定だったが、当時の情勢はサガラマルに商業航海の機会をついに与えなかった。1941年1月16日付で日本海軍に一般徴用されマリアナ方面への兵器輸送任務につく9月11日付で 改めて徴用され、9月20日付で特設水上規模艦として入籍。10月31日まで三菱重工業長崎造船所で偽装工事を受け、同日第9根拠地帯に編入。11月26日に3案に到着。太平洋戦争初戦では、第12航空戦隊の上川丸、山陽丸と共に、マレー部隊の第2航空部隊を編成し、 マレー半島への上陸作戦に参加した。その任務は、船団の護衛、白地の警戒及び、陸戦の支援であった。サガラマルは12月3日に、サンガを出撃して12月5日にプロコンドル島に到着し、同等に水蒸気基地を設営した。その水蒸気は、船団の対戦、ナオエアシンゴラでの陸戦支援などに従事した。サガラマルは12月8日には、パンジャン島へ移動し、 翌日には、リエムア1へ移動、12月10日に、シンゴラ近海に到着後は、シンゴラを拠点として引き続き対戦紹介に従事し、1942年1月26日には、アナンバス諸島に移動して、パレンバン攻撃支援などを行った。2月21日付で、第1、南図海艦隊主力部隊に編入され、湘南に進出して、 湘南近海やマラッカ海峡方面で関西域による対戦紹介嫌い及び水中障害物の捜索を行う。3月9日には、ペナンに到着して水上機基地設営の後、スマトラ島北部、アンダマン諸島方面の作戦に協力。一連の作戦が一段落した6月14日、ケッペル港第3選挙に入居して、福井静雄技術調査の公案による、 明細塗装が施された。整備終了後は再び、マラッカ海峡、アンダマン諸島方面での対戦紹介に従事した。この後、12月1日付で、特設運送管理類別変更されることが内定したため、搭載航空機を東イン部隊に移管した。横須賀に帰還後、1943年に入ってからは、ニューギニアの戦いに投入される、陸軍将兵を輸送する。 平合輸送作戦に従事する。平一号輸送では、同じく特設水上規模艦から、特設運送艦に転じていた、サヌキマルや、第9戦隊の軽巡洋艦、大井及び北上とともに第一輸送隊に属し、第2師団を富山からパラオを経由して、上枠まで輸送。平三号輸送でも、第9戦隊、サヌキマル及び、特設巡洋艦後国丸と共に第一輸送隊に属して、 第41師団主力を陳太貸から上枠まで輸送した。併合輸送作戦終了後は通常の輸送任務に就いた。昭和18年6月23日未明、佐柄丸は駆逐艦沢風護衛のもとに北緯33度45分統計138度10分、北緯33.750度統計138.167度。 33.750、33. 138.167の三駒と島沖を航行中、アメリカの潜水艦ハーダーの魚雷攻撃を受けた。ハーダーは魚雷を4本発射して1本しか命中しなかった。ものの、損傷は大きく航行不能となった。相ガラ丸は沢風に栄光されて、北緯34度38分、東経137度53分。 北緯34.633度統計137.883度、34.633、十3 7 8 8 3の天竜川川口に座礁後、不要作業が試みられた。しかし作業は進捗せず、7月4日には、アメリカの潜水艦ポンパーノからの、さらなる魚雷攻撃を受けて、魚雷2本が命中し、さらに激浪に翻弄されて、船体の維持は、困難を極める。 7月14日、第26号船特務店が調査のため接近し、船橋直前より全部が屈曲しているのが確認された。相良丸の復旧は断念されて9月1日付で、船体放棄され、除籍と海洋も同日に行われた。相良丸の不幸中の幸いは、乗員の喪失が一人もなかったことである。なお、先止ま丸が高物船7隻のうち、 サガラ以外の6隻は、現遁甲板口を閉鎖して、トン数など、主要名の数値が一部増加しているが、サガラのみ、そのような措置は取られなかった。先と丸が高物船、車両甲板を有する船において、トン数算定の際、車両甲板と上パ板間の容石をトン数から除外するため設けられる開口部。ありがとうございます。